ジョイカルプレゼンツ、エンジョイカーライフ、エンジョイシネマ。この番組は新車につき月1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りします。こんにちは、 P さんこと P さんです。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回ですね、はい、新しいメンバー、あれあれ新しいメンバー、はい、あ、はい、振り返ることなくもう未来に行きましょう。未来にもう進んでいきます。未来にどんどん行きましょう、はい、じゃあお願いします。あ、こんにちは、皆さんはじめまして、ジョイカル米子南店のハルルンです。よろしくお願いいたします。緊張してません？はい、緊張してます。ちょっと早口ですもん、はい、いつももうちょっとゆっくり喋るのに。そうですね、はい、練習してきたんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。新メンバー練習してきたんですか？もう皆さんこれでね、ハルルンがめちゃくちゃ真面目なのか伝わったと思うんですよ、はいはい、でもきっと夜は不真面目ですから安心してください。何の安心ですか？もうカットカットってやってる。カットカットカットせずに行きましょう。そういう悪いイメージはカットカットっていうね。あ、確かにね、はい、でもただやっぱりなんでしょうね、人間って、はい、お堅い人よりも親しみやすい人の方が車って売れません？はい、ああ、まあそうですね、まあ、あんまり硬すぎても、ね、やっぱりね、大事なのはやっぱりお客さんと、うん、なんだろうな、車の話というよりかは、はいはいはい、まあ、いろんなね、まあ、時事ネタでもいいんですけど、そうですよね、趣味の話とか、うん、そういう話で盛り上がれるくらいのがいいかもしれないですね。ああ、ちなみにハルルンは趣味とかありますか？はい、あ、自分ですか？自分は、はい、あのスポーツ観戦が好きですね。野球バレーボールが好きで、はい、はい、そう、野球バレーボールって国内のやつですか、海外のやつですか？あ、両方見ますね。お、はい、高校バレーから高校野球から、はい、メジャーリーグから、幅広いですね。海外リーグから、はい、大好きです、はい、あ、いや、幅広いですね、めちゃくちゃ。なんでそんな幅広いんですか？いや、スポーツはやっぱり大好きです。まあ、野球とバレーボールは自分もやってたので。あ、へー、はい、へ、あの見るのも大好きです、はい、イメージ全然なかったですね。よくあの見た目は帰宅部とか、はいはい、はい、まあ図書部とかそういう文系に見られがちなんですけれども、ね、うん、まあ、スポーツは大好きでした、はい、生き物係的、昆虫とか好きそうな感じですね。あ、そうそうそう、よく言われますね。どういうあれですか？ひどいですね。いやいやいや、はい、そう、なんか博士的な、一応体育会系でしたね。こう見えてですよ。はいはいはい、はい、意外でした、はい、あとは、車販売の方もされてるんですよね。あ、はい、今、はい、勉強中ですけどもさせてもらってます。はい、これからもうあれ期待の新人ですもんね。いや、まあ、もうでも、もう2年なんで、はい、あ、2年であればもう余裕ですよね、はい、片手打ちはでも、いやいやいや、片手打ちはでもいきなり一気に余裕になりましたね。上に売れても片手打ちはですよ。いきなり新人から片手打ちはやばいですよね。1年目苦労した分やっぱ2年目ギュンってきますからね。あ、まあ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 、そうですよね。そうなんですよ。ということでですね、はい、この番組映画の紹介しておりますので、今回はまっちゃんから、はい、たくさんストックがあるみたいなので、ね、いや、ストックはね、まあないですけど、やっぱりこの番組で紹介するために意識して、まあ何かしら見るようにはしてますけど、はい、今回、まあ多分このラジオが流れる時にもやってると思いますが、はい、新作というか映画館で見た、映画になりますけど、いいですね、映画コンフィデンスマン JP 英雄編と。いいですね。はい、これも映画は 2,3 作目くらいになると思うんですけど、うん、まあ、長澤まさみさんとか、はい、出てる、あと東出さんですね、結構コメディーな映画にはなってるんですけど、うん、今回は外国で、うん、いわゆる100年前に悪事に手を染める富豪たちから、うん、いわゆる美術品を騙し取って、うん、貧しい暮らしを送る人たちに分け与えていた詐欺師、はい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 、土の子って言われる、まあ、伝説の詐欺師がいるんですけど、土の子で、まあ、土の子が3代目まで来てて、はい、実際長澤まさみさんは土の子3代目の弟子なんですけど、はい、4代目土の子を就任したいみたいな感じで、うん、結構まあ詐欺師の、まあ、いわゆる長澤さんがダー子、うん、僕ちゃん、リチャードってあるんですけど、うん、他は もう壮絶な仲間なんですけど、うん、土の子4代目に誰が一番ふさわしいかっていうので、うん、勝負しようと、はい、で期限を決めて、うん、その日までに騙し取った額が一番多いやつが勝ちだと、うん、
いうような戦いをするんですけど、まあ結構この映画ってバーって進んで、うんうん、ある時に一気にバシーッと巻き戻って、はいはいはい、回収しますよね。そうそうそう、ここから始まってたんだみたいな、うん、からくりがみたいな、うん、っていう感じなんですけど、まあ、これを全部言っちゃうと、うん、見に行く人絶対つまんなくなっちゃうんで、ね、新作ですからね。そう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 、まさに。ただ、まあ、今回のは結構僕もそういうなんていうんですか、どうせこの辺から怪しいなっていう怪しいポイントを見つけて、ここら辺巻き戻ってここから嘘だったってなるんだろうなって予想するんですけど、うん、結構その想像を超えてきますね。あれですよね、まあ、詐欺師が主役の映画じゃないですか。そう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 、やっぱりそういう風に一緒に見ながら、はい、自分たちが推理する楽しみがありますよね。これがこうなんじゃないかみたいな。そう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 、それを結構想像を超えてきて、はい、やっぱやるなこの映画と思って。あ、結構あれですか、裏切られました。結構裏切られたですね。はー、そこからと思って、はい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 、ちょいちょい怪しいところは作ってて、うん、なんかその推理する人たちのために楽しめるようになんか作ってるんですけど、うん、そういう場面を、うんうん、あ、そこじゃなかったなみたいな。あー、でも面白そうですね。面白いですね。なんかいつだって英雄は嘘をつくっていう、見どころ的にはやっぱそこ、見どころはやっぱラスト、まあ、ラストの辺のクライマックスで大どんでん返しが起きるっていう、はいはい、あ、そこまでは大体予想がつくんですよ。あ、どうせこれ偽物のなんか、はい、美術品作って騙すんだろうなとか、うん、そういうとこはもう予想つくんですけど、うん、その最後の大どんでん返しは、うん、そこからみたいな、あ、まあ、初めからマジで本当に疑ってみとってほしいですね。へえ、面白そうですね、うん、面白そうですね、はい、見に行きたくなりましたね。見に行きたくなりました言わされてません、大丈夫ですかね、本当にまあね、前も言ったかもしれないですけど、はい、主題歌は僕同級生が歌ってますんで、うんうん、あ、また新しい曲作ってんなって、うん、映画館で。そうだ、同級生、はい、ちょっとどうやってますよね、聞きながら。あ、あれ同級生なんすよみたいな、どやってますよ、ね、映画館ではどやれないですよ。あ、ちょっと歌詞とかも手伝ったんだよね。エンディング、あ、エンドロールに名前載せといてほしいですね、もうどっかで。あ、まっちゃんって、まっちゃんってジョイカルまっちゃん、あ、作詞作曲の辺に。え、でもね、ジョイマンまっちゃんだっけ。あ、ジョイカルか。ジョイマン、ジョイマンじゃない、 M1 とかに出たらいいんじゃないですか。なんでお笑い系に進んでいくの。それこそハルルンと一緒に、あ、二人でジョイカルまっちゃんハルルンですみたいなので。じゃあもう吉本の養成所から行かんときですね。あ、そこから行く、はい、はあ、伏線ですかそこ。伏線でどんでん返しがある。そう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 、はあ、いいですねいや本当にね、まあまあ毎回毎回ね面白い映画ですけど、うん、まあ、今回は本当にまたスケールを大きくなったかなっていう感じで、うん、楽しい映画でした。はい、ということで、はい、改めて、はい、映画コンフィデンスマン JP の英雄編、はいはいですね、ぜひ気になった方はですね、映画見に行きましょう、はいですね、はい、ここで、あ、チェックしてください、はい、検索みたいな。もうラジオだから分からん仕草が分からん、仕草が分からんということでね、ここからですね、車の情報行かせていただきたいんですけど、はい、ジョイカルではただいまですね、はい、春のキャンペーン、はいはい、開催中ですね。どんなキャンペーンでしょうか。はい、はい、僕の方から行っちゃってください、はい、ジョイカルの方ですね、ジョイカル、まあ3位、うん、まあ、全国でもそうなんですけども、はい、春のキャンペーンに、突入しております、はい、まず、まあ、ジョイカル全体で、はい、やってるキャンペーンとしては、うん、旅行が当たりますよっていうのキャンペーンあるんですけど、いやいや、この時期に旅行かよって思われる方多いかもしれないですけど、そうですね、かなり前から計画してて、あ、コロナが結構落ち着いてる時期にこのキャンペーン企画してたので、うん、まあ、実際に、またね、どうなるか分かんないんですけども、うん、まあ、3月31日以降の、まあ、当選とかっていう話になるので、はい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 、春の、まあ、極上宿泊プラン10万円相当が当たるっていうキャンペーン、これまず全国で、やってます。しかもこれね、有効期限1年間あるから。そうですそうですそうです、来年まで使えるってことですよね。そうですね、幅広く取ってますんで、うん、まあ、皆さん の行かれたいタイミングでいいんじゃないかなというふうには思ってます。10万円って相当いいですよ、はい、ペアで。なんかね、ああいう We Love とか使えるようなとこだったら余計いいですよね。確かに、はい、で、あとは、うん、やっぱ新車のご購入、やっぱり新卒の方、はい、フレッシュマンの時期になりますので、はいはいはい、また、さらにパワーアップして、うん、車検代実質0円、まあ、上限10万円までっていう、キャンペーンと、
もしあまたはですね、うん、オプション10万円プレゼント、へえ、または下取り保証10万円と、だからまたはまたはで、はい、10、10、10、ね、ちょっと待って、はい、何股かけてるんですか、まあ、3股ですね、あやっぱり朝日町で、はい、そうつながるわけですよ結局そこに特定しましたね、夜の帝王ですから、いやいやいや、もうその道で生きてきたんでずっと、はい、怖い怖いその道怖い怖い、はい、いや本当にね、まあこのまたはまたはまたはっていうのは、うん、やっぱり幅広くいろんなお客さんに選べるようにまあしときたいっていうのがあったりして、あそうです、ね、下取り10万円って言って、うん、いや私車持ってないんです学生なんでって言われたら、うん、かわいそうじゃないですか、そうですね、だったらじゃあオプション10万円プレゼントしますよと、うん、確かに、あとは車検が近いけど納期間に合わないと、はい、でも車検受けなきゃ車なくなるしな、はい、だったらまあ10万円上限ですけど、まあ10万円あれば大体車検できると思うんで、そうですよね、それではその車検代10万円プレゼントしますよと、うん、あとはオプションであの運転手としてね、はい、ハルルンつけるとかね、最高じゃないですか本当に思ってますか最高じゃないですか、はい、一番安全な罰ゲームじゃないですか、いやでもいろいろ話聞かせてもらえたり、楽しい話とかね、はい、あとランチを奢ってもらえたりとか、確かに意外にやる気満々でびっくりしましたけどね、はいはい、僕でよろしければオプション追加していただいても、はい、その4、はい、その4、はい、またはまたはね、またはまたはまたはですね、はい、他にもお伝えしておく情報ありますか、そうですね、はい、まあ2月1日から、うんうん、キャンペーン入りますんで、はい、まあ、実際にねチラシが届いたその日からってチラシには書いてあると思うんですけど、うんうん、本当にまあチラシが届いたら、ぜひ来ていただいて、うん、であとはですね、はい、セブンマックスとか乗り時の、うん、いわゆるまあ説明をさせてもらうというか、はい、お話を聞きに来ていただいたお客様には、はい、お米をプレゼント先着でしてる、あそれめちゃくちゃいいですね、はい、特典もありますので、うん、話を聞くだけでそうですね、ですね、はい、はい、なのでぜひこの機会を見逃さずに、めっちゃ怪しくないですか、でも話聞くだけで、話聞くだけでお米もらえるんですよ、もう毎回言うんですけど、うん、やりすぎて怪しいんですよ、そうやりすぎて怪しい、本当にやってんのかと、うん、なんかやってるんで、こっちはもうなんかドヤでやってますけど、はい、毎回やりすぎなんですよ ね、誰が止めてくれるのそれ、まあ、僕がそろそろ止めようかなと思いますいやお客さんみんなね止めないでくれって言ってますよ、まあ、そうですね、はいはい、ぜひお話だけでも聞きに来ていただきたいですね、お話で聞きに来てほしいですね、はいはい、ということでお車のことだったらですね、ジョイカル米子中央店のまっちゃんと、はい、米子南店の、はい、春ルン、はいにご相談ください、はいお待ちしております、はい、ということでですね、あっという間の15分ですけどね、はい、あっという間でしたね、あっという間でした、ということで、今回も P さんと米子中央店のまっちゃんと米子南店のハルルンです、来週はハルルンが映画を紹介してくれるよ、みんな楽しみにね、じゃあね、この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りしました。こんにちは、Pさんです。皆さんは新車がお得に乗れるジョイカルをご存知ですか？ジョイカルは新車に月々1万円で乗れたり、今人気のあの車も月々のお支払いを抑えた乗り方をご提案。新車に乗るなら買い方選べるジョイカルへ。